戦略局は内閣官房に設置されることが予定されていた部局。2001年4月の自民党総裁選において、小泉純一郎は内閣に国家戦略本部を設置する旨の発言をしたが、当選して総理、総裁に就任した直後の初めての記者会見にて、公明党と保守党との連立政権であることを理由に内閣に設置する案を撤回し党に設置することとした。 本部長に小泉事務総長に安岡沖春が就任し、2004年9月3日には国家戦略本部箱根提言と題する提言をまとめて発表するなどの活動をしていた。民主党は2009年8月18日に公示された第45回衆議院議員総選挙において示したマニフェストの中で官邸機能を強化し、総理直属の国家戦略局を設置し、 官民の優秀な人材を結集して、新時代の国家ビジョンを作り、政治主導で予算の骨格を策定するとし、その総選挙に勝利して、政権を獲得して、与党となった。これを受けて政権が成立した後、法改正までの暫定選考組織として、2009年9月18日、内閣総理大臣の決裁により、内閣官房に国家戦略室が設置された。 国家戦略局にはその業務を統括する国務大臣として国家戦略担当大臣が置かれる。国家戦略担当大臣は鳩山幸男内閣の発足と同時に置かれたが暫定組織の国家戦略室が設置されたのは内閣発足の2日後である。なお国家戦略担当大臣に対する正式な発令文は税財政の骨格や 経済運営の基本方針等について、企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させるとなっており、国家戦略という文言は含まれていない。また、民主党は当初、政策調査会長に国家戦略担当大臣を兼任させることにより、党の政策部会と内閣中枢を一体化させる構想を描いていたが、 鳩山幸男内閣では前代表代行の菅直人を当てる代わりに政策調査会長のポストを一時廃止したため当初構想通りとなったのは菅直人政権の黒葉光一郎のみとなった国家戦略室は国家戦略局の設置に先立ち2009年9月18日内閣官房に当分の間置かれる組織として設置されたものである所管事項は 税財政の骨格、経済運営の基本方針その他内閣の重要政策に関する基本的な方針などのうち内閣総理大臣から特に命ぜられたものに関して企画及び立案並びに総合調整を行う。設置場所は内閣府元庁舎内。国家戦略室には国家戦略室長が置かれ、3人いる内閣府副大臣のうち1人が当てられている。 出院は、非常勤とすることができる。また、所掌に係る専門的事項について、意見を愚信する非常勤の政策参与が置かれる。歴代の室長国家戦略室のもとに、以下の会議などが設けられている。新年金制度及び社会保障、税に関わる番号制度については、平成22年10月29日より、内閣官房社会保障改革担当室に移管された。 2010年2月5日に閣議決定され、同日第174回国会に日下げされた政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案において内閣法を改正して2010年4月1日から内閣官房に国家戦略局を設置することが盛り込まれた。しかし、同法案の審議は難航し、 2010年5月13日になってようやく衆議院本会議で提案出資説明が行われ、同日衆議院内閣委員会に付託されたが、同委員会での審議はその後行われないまま、同年6月16日に。その後、同年8月6日閉会の第175回国会、同年12月3日閉会の第176回国会でも、 同様に実質的審議は行われないまま継続審議となっていた。政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案に盛り込まれていた内閣法の改正案によると国家戦略局の所長及び組織構成は次の通りであった。国家戦略局の所長国家戦略局の組織構成年月日に 開会の第177回国会では、会期中の3月11日に、東日本大震災が発生し、その対応のため同年5月13日に、閣僚定員増員のための内閣法改正案を提出することとなったため、同種子の規定が重複する、政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する、 法律案は一旦撤回されることとなり、同年5月12日に衆議院本会議で承認された。以上の経緯により、国家戦略局の具体的な設置時期は不明となった。詳細は、国家戦略会議を参照。野田義彦首相は、内閣発足後、既存の会議を統廃合し、国家戦略会議を設置することを検討した。2011年10月21日。 国家戦略会議の設置に先立ち、既存の18の会議を廃止。10月28日に初会合を行った。事務局は国家戦略室が担当する。法的な設置根拠はないため、自民党には国家戦略会議の機能に疑問を呈し内閣府設置法に定められている経済、財政諮問会議の活用を主張する議員もいた。形態としては、 経済財政諮問会議に、経済と財政以外のテーマを幅広く取り入れた会議になると、していた。国家戦略会議の用紙は、税財政の骨格や、経済運営の基本方針等の国家の内外に、渡る重要な政策を統括する司令塔並びに、政策推進の原動力として、総理のリーダーシップのもと、参観学の英知を結集し、重要基本方針の取りまとめ等、 ありがとうございます。